一旦配置のいつものハワイケースケなんですけども、はい、今度はあのパソコンのパスワード関係のものを、記載しているノートが盗まれてますね。はい。はい。ご対応のほどよろしくお願いいたします。一応名前教えておいていただけますか。はい、私ですか。はい。あ、私平田です。ああ、平田さんですか。はいはい。生活安全課から離れてください。私の担当から。はい。で、あとそれと、それ原因でも気温が下がる要因にはなってますんで、まあ、法律を打ってもらったら分かりますよ。あと、今ではここのホームページに記載している内容とか全部見てもらったら。はい。まあ、天皇陛下の下で、すべての行政機関がありますから、今までの賃金の不払いから何から何まで全部ほったらかし、それをコンピューターが覚えてるんで、神がかり的な力もコンピューターが分かっている。それでは、パスワード、アイテムノート、はい、こちらに返してください。その後に事後経過を教えてください。よろしくお願いします。はい。まだ、はい、ケースケですけども、パスワードとか記載したノート、返ってきていません、本当に。そのノートって、いろんなパスワード、銀行口座から何から何までなんですよ。先ほどの続き、多分その以前我が天下というゲームで覚えのない請求が来たのも、多分そのゲーム内のそのパスコード、家に iPad を置いたままその買い物とか行ってる間に誰かが、購入したか何か購入履歴が残るような形で身勝手に使った、その可能性が非常に高いですね。